寺澤ホークです。小山熊尾です。2人合わせてダブルダイナマイトです。よかったですね。今これ一応ね、はい、これ撮影のね、していただいてわけですけど、はいはいはい、あの据え置きじゃないんですね、はいはい、ちゃんとあの撮影してくれてる。別に僕らその定点カメラに向かって、はい、ぼーっと喋ってるわけじゃなくてないね。すごかったですけど、今カウントダウンがやっぱプロの方ですからね、しっかりカウントダウンがあるんですよ。カウントダウンもあるんですよ、ね、うん、それがまさかの変拍子だった5、4、2、1 5、4、2っていうすごいですよ。で斬新だなと思って びっくりしました、ね、うん、僕らもカクカクってなりましたけど、ね、なった、なった、うん、ちょっとそういうなんかね、うん、もう型を破っていきたい感じあるじゃないですか。まさにそうですね。僕らもそんな型通りいかないですよ。そんな5、4、3、2、1なんて言ってるやったらぶっ飛ばされますけど、ね、ぶっ飛ばされますよ本当に。やっぱさっきもあちらの方からね、5、4、2ってキングクリムゾンかっていうツッコミが入ってましたけど、入りましたね。クリムゾンとかあとフランクザッパーとか、ね、そういう調子で変拍子でやっていきたい、はいはい、我々のね喋りもそういう感じでいきたいですね。行きたい、うん、予測不能、そう予測不能、うん、肩がカクって外れる、ね、久しぶりにこう帰ってきましたよ。帰ってきました、まあ、行ったり来たりしてるわけですよ。行きたいですよもうね、うん、何の話しましょうかね。いやノープランですよ、はい、世間話をね、うん、手ぶらで来ました。手ぶらで1時間遅れてた、ね、手ぶらで1時間遅刻ですよ。普通になんかもうだれなーなんつって仕事しててはっ時計を見て、はい、うん、時計見たらね結構予定の時間を過ぎており、はい、うん、なんかあったかな今日わかるわかる、そういう時あるよ。あるでしょ、あるある。もうすぐ飛び出してきましたけど、あー、うん、お疲れ様でございました。最近ちょっとだけどそういうこと多いんですよ。予定を間違う、 あとは財布を忘れて愉快にたださえさんみたいなことが結構多くてまあ忘れますよ全て、まあね、だって先なんかさやっぱりコロナが大体なんとか、はい、なんとなくなんとかなくなってきて、うん、なんかやっぱ飲みに行くことありがたいことにねこう誘われて行きましょうかみたいなこと言われて、はいはい、行くような機会もちょっとずつ増えてる、まあ、しかも前みたいに大人数じゃなくて少人数、うん、2人とかね、そうそうそう、うん、3人で行くんですけど大体何喋ったか一つも覚えてないですからね。まあそうですね、何食ったかも覚えてないですよ。わかる、もう全てもう記憶の忘却の彼方ですよ。そうですよ。だからワンアクション、いや待てよ、ワンアクション挟まずに、うん、ノールックで忘れるみたいなことあるんですよどういうこと、どういうこと、例えば、はいはい、俺座ってね、うん、なんか調べようって思って、ああ、はいはい、PC とかの前で、うんうんうん、なんか調べようと思ってキーボードに手をかけてはて、何を調べようと思ってたんだっけっていう、はいはい、すごいでしょ、最短距離で忘れるんですよ。もう要するに何かしようとして、うん、あ、こっちだっていうワンアクションを挟まずに、はい、さあそうなんだっけ、うんうん、なんだっけっていう、あるある、まあ増えてきましたよ、増えてきましたもん、カレーのせいで ね、 もうね、うん、カレーなる一族ですよ。あ、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。すいません、もう、ね、僕もちょっとすいません、手ぶらできちゃったんで、いや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 、差し上げるものも何もないんですけど、だからもう熊尾さんと合わせてそろそろ100歳でしょ。100歳ですよ、もうそろそろね。これはだからもうね、だから和製金さん銀さんも夢ではないっていう話をねしてた。そうしてましたね。で金さん銀さんは和製だろって言われましたね。カニッコ選手に和製です。最初から和製です。そっかって言って、じゃあ平成の金さん銀さんを目指そうって言って。そしたら。うん。いや、やっぱ金さん銀さんも、まあ、明治生まれで人気あったのは平成ですよねって言われて、カニッコ選手結構突っ込んできます、ね。はいはいはい。しかも常識派なんですよ、ね。常識派なんです、ね。意外とね。ね、あんな一番破天荒な男がね。いつか皆さんご紹介したいと思ってるんですけど、ね、ちょいちょい名前出てきますからね、はいはい、忘れないように、はい、でね、はい、話の内容なんですけど、はい、世間話にも一応テーマってのがね、一応ね必要なんじゃないかと思ってるんですけど、前回かな、前々回かな、はい、まあホークさんが映画館でひどい目に遭った話をされてたじゃないですか、両サイドに、両サイド、右サイド、左サイドにおばさんに囲まれて、うんうん、目の前で、なんかのり巻きが行き来してたっていう、そう、まあ、
そうなんですよ。で、まあ、あれも僕話をしてから、うん、ちょっと、まあ、己を振り返ってごめんなさいね、あの、うん、いい本題に入る前に、ちょっと己を帰り見て、うん、あの話どうだったのかなと思って、ほうほう、ね、ゲラゲラ笑いながら話してましたけど、うん、まあ、両隣をね、割とだからその自分より10個上ぐらいの女性にかさまれてひどい目に遭わされたって話でね、うんうん、それをちょっと言う、なんか面白おかしく語るっていうことで、ちょっとこれはやっぱりあの性別的にもね、はいはい、年齢的にもね、うんうん、ちょっとやっぱそういう人たちのことを足玉に言うっていうのは、うんうん、これはちょっといかがなものか、さすがですね、思ったけど、うん、まあ、しょうがないですよ、ね、辛い目にあったんだもん、辛い目に合わされたから、辛かったんだから、だからそれが別に、そう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 、この際言っておきますと、別に私を挟んできたのが、うん、その何ハサミ焼きみたいにしてきたのがですよ、これ仮にだから、まあ、10代の男性であろう、はいはいはい、ね、40代の男性であろう、はいはい、あるいは60代の女性であろうが、はい、それはやっぱりそこは関係ないだろう。そうですよね。誰が相手の属性とかは関係ないんですよね。うん、右と左それぞれお猿さんだったとしても、そうなんです。キャッ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 って言われたら、それはまたすごい映画館だなと言わざるを得ませんが、キャッ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 って両脇で言ってたら、うん、それでもバシッと言いますよね。それはちょっと映画館に言いますね、僕は。なんだここ多いっつって。なんでお猿さんを座らせてくんだろう。ちょっとどういうことですかって言いますけど言いますけど、ね、あ、そうなんですよ。だからちょっとそういうことではないぞ、つまり、まあ、いついかなる時でもそういうね、なんていうんですか、危機的状況にみんな誰が置かれるか分からない、そういうことですね。相手を見てこっちは言ってるんじゃないぞってことですね。はい、でね、僕は、うん、でその話を聞きながら別のことを思ってたんですけど、はい、そのちょっとね、あること思いが頭を渦巻いて途中からちょっと話半分で聞いてた部分があるんですけど、え、マジで？でもね、はい、結構本題に関わるところなんですけど、はい、我々のおしゃべり映画館2022は、うんうん、割と以前から裏テーマとして、裏テーマ、映画と食について追求してきたじゃないですか。まあね、まあ我々もほら一発のグルメじゃないですか。グルマンですよ。グルマンですよね、うん、あのすぐそこにあるね、あのめちゃめちゃ安いあのもつ焼き屋とか大好きじゃないですか。大好きです。大好き、うん、ものすごい、もう焼酎の中がもうタップタップに入ってるやつ出してくれてね、うん、えぐいんですけど、でも食とあれをまあ、映画について我々も語り続けてる、だからもういつかね、あの前話したあの映画の中で食いたいものとかね、そういうもの話もしていきたいんですけど、映画館で何を食うのが正解なのかってことをずっと考えたわけですよ、話を聞きながら。おばちゃんたちは海苔巻きを食べてたわけですよね。我々もで分かってるんですよ、映画館ではご飯なんか食べちゃいけないんだ、食べない方がいいんだ、基本的には。基本的にはね、映画を見る場所ですから、そんなところでバクバク食べてちゃおかしいんだけど、人間って弱いものじゃないですか、うん、こう前もって映画が始まる前に時間を見て、うん、前も話しましたけどね、うん、じゃあザルそばの一つでもすすってから、そう、あの行けばです、ね、ベストコンディションで映画見られますけど、うん、そういうわけじゃないですよね。なんかこうギリギリで駆け込むわけですよ。大概そうなります。そうですよね。そうすると腹が減ってることだって多いわけですね、うん、で腹が減ってるとやっぱりちょっと集中できない部分が あるわけです。ぐーぐーで隣のやつにうるせえなみたいなこと言われる、なんだかその音みたいな、すいません、もうこれも一番情けないですね。腹ペコペコですね。あの昼飯代削ってきた時はその、あの漫画家じゃないんだからね。そうですね、しょうがない、ティッシュ感が食べながらね。あの高級ティッシュってめちゃめちゃ甘いですよね。っていうじゃないですか。甘い。うん。わかる。ローションがついて、鼻セレブみたいなやつ。そうそうそう。うん、すごい美味しいよ。本当。ちょっとなんかまずいもん食うんだったらあっちの方がいいじゃん。あれなんか削った氷に乗せて食べたらうまいんじゃないかとかね、思いますけど。ああ、わかる。あと、うん、あのカステラのそこの紙。紙ね。あれは普通に食べ物でしょっていう。いつまでも吸ってられますよね。そうそうそう、なんかシガシガしてです、はい、失礼しました。いやいや、ほんで だけど、まあ、シネコンとか行くと、まあ、確かに持ち込みも禁止ですよ。いや、そうだ、持ち込みも禁止です、うん、やっぱシネコン行くこと多いん で、うん、でもシネコンの売店ってちょっとなんていうの、
貧弱じゃないですか。貧弱貧弱ジョジョっぽいですね、うん、ふざけんなって思うようなものをふざけんなっていう値段で売ってるんですよ。まあそうですよ。パッサパサのホットドッグ500円とかで売ってるわけですよ、うんうん、なんだ俺みたいな、うん、ここは戦場かとも思うんですけど、はい、はい、でも、まあ、だとしたらあそこで何か一品もう一個もう一個ね売ってくれるとしたら、うん、何がいいのか、うん、それをねちょっと考えたいと思ったんですよ、はい。もう今あるのはポップコーン、ポップコーンね、ホットドッグ、ホットドッグ、あとはなんか、まあ、ところによってはあのなんか細いこういうやつ、あのディズニーランドで食う、ああチュロス、うん、とかね、はいはいはい、まあ大体ね、あのディズニーランドか映画館でしか見ない食い物、うん、でもチュロス食ってる人って映画館で俺あんま見たことないけどね、まあ確かに、うん、確かにね、でね、うん、シミュレーションしてたんですよ、うんうん、そのことについて、うんうん、まあ、前回も話しながら、はいはい、おにぎり、うん、で悪くないですよね。悪くないです。おにぎり食べたい、食べながら映画見る、なんか牧歌的でいいじゃないですか、まあ、腹にもたまるしね。でも思ったんですけど、まあ映画館に適してない食べ物っていくつかあるんですよ。あるあるある、ラーメンとか、ラーメンとか真っ暗な食べ、でもあれですよ、高橋大彦さんっていう、はいはい、うん、あなたの盟友ですよ、ね、かつて長野で、はいはい、若い頃過ごされた、はい、うん、長野の映画館はあれですって、上映前に、うん、近隣のラーメン屋に電話すると、うん、映画館に出前持ってきてくれた。えっ、みんなラーメン、出前のラーメン食いながら映画見てましたよと。へえー、それすごいですね、うん、まあでも明らかに、うん、映画館には不向きですよ。だってラーメン、あ、ほらラーメンでもさ、なんか熱々でさ、しかもちょっと表面に油が張ってあって、うん、いつまでも熱いラーメンってあるじゃん。 あんかけラーメンみたいな、あんかけラーメンみたいな、うんうん、あんかけラーメン、あちゃあちゃあちゃって言いながら、うん、食べてるわけにはいかないじゃん、うん、いかないですよ。シルクをぼしてあちゃちゃだとか言えないじゃないですか。テーブルもないし、いろいろありますね、映画館に適さない食べ物は。あるんですよ、うん、な鍋とかね、ジンギスカンとか、ジンギスカンとか、チュー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 、タジン鍋みたいなやつ置けない煙がまたボーナス、俺スクリーン見えねえぞみたいな、はい、でじゃあそういうもので比べたらおにぎりなんてめっちゃいいような気がしたんですけど、ワンハンドでね、ワンハンドで食べられますし、うん、まあ携帯食ですから、うん、でも思ったんですよ、味の予想のつかないものって良くないなって思ったんです。味の予想がつかないもの、なんかおにぎりってガブッといったらなんかすごい美味しいものが入ってたりとか、想像以上の味がすることってないですか。あ、梅干しです、梅干しが入っておにぎりですって言って、うん、食べてみたらその梅干しがめちゃめちゃ酸っぱかったりとかしたら、めちゃめちゃ気がそがれると思いません。あ、分かる。だっておっ、なんか映画館で真っ暗なんで五感が研ぎ澄まされてるんですよ。確かに。だからスクリーンに没入できるんですけど、うん、でそこでガブッといったら、そうなんか予想しない味が来たら邪魔ですね。邪魔でしょ、うん、あ、何これ、めちゃめちゃうまくてもめちゃめちゃまずくても邪魔だ。邪魔でしょ、うん、もっとね予想のつく味がいいと思うんですよ、はあ、でカレーパンはだいたい予想つきますけど、うん、あ、粉が売ってほしい。カレーパン、カレーパン、カレーパン、こうなんかパラパラって落ちません。ああ確かに、うん、まあおにぎりしっかり、カレーパンしっかり、やっぱ若干手の汚れっていう問題はありますね。割とね僕らもデリケートなんで、デリケート、すぐあの 手の先が汚れるとすぐ拭きたくなる、うん、こうやって隣の人、うん、何がいいんでしょうねっていう話で、はい、うん、だから海苔巻きって理にかなってるんです、ね、意外と理にかなってる、理にかなってるんです。あの見た目で分かるんです、うん、何が入ってるか、大体どんな味がするか。そこはそのね、僕を挟んできた女性2人にも悔しいが、そこはね確かに、理にかなってるって言わせるわけない。そう、海苔巻きかね。あのだからあとはなんだっけ、向いてない食べ物はもちろん音をするものね、音するやつは、あれパリ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 音はさせちゃいけない、まあそれはもう基本的なこと。まあね、だからポップコーンだって言ったら結構意外とギリギリだと思います、うん、あスナックの中では確かに一番音はしないでしょ、しない、うん、もさもさして、うん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 、だけどあれよ、俺嫌なんですよ。いや、ポップコーンもあのいいんです、バケツに入ってるとか、うんうん、ギリ袋に入ってる、うん、でも袋に入ってても、うんうん、最近ね、うん、そう映画館のサービスの一環として、うん、このポップコーンのバリエーションが増えている。はいはい、確かに。で、あれやめてほしいんです。ポップコーンの袋に入ってて、うん、そこになんかあの、味付けパウダー的なものを振り入れ、ガサガサ振る。
シャカ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 するあれはもうお前までそれを上映前に、はいはい、精力的にガサガサ振ってられるとヒヤヒヤするんですよ、うん、あこのままねこのまままさか、うん、振り続けるじゃない始まってからも振り続けるのではあるまいなと思って気が気じゃない、うん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 、やっぱ10回に1回ぐらいは、うんあの映画始まってからもこうやってガッサガッサってやっぱっていう人いるんなんでその音の出るものを売るのかあのねあうんそう本当そう思うそれ一番映画館の天敵じゃんとか思ってそうでも売るんだね売るんですよ結構ね、うん、人間がちっちゃいから、うん、僕も、うん、あの人間がちっちゃいしあとあの病的なとこあるの病的ねはい食べ物が音を出すっていうのが苦手なんです、はい、あでも おかしいよねそもそもそんなに音のするものってみんな食べてなくないないと思うだから不自然なんだと思うそうだけどなぜか、まあ、映画館でそういうものをなぜ配布するのか、まあ、それこそね音が気になる場所ではあるからねそうでそう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 普段以上に、ね、そう聴覚もね何も、うん、でやっぱり敏感になっているところって集中してるからってとこあるしだから本当にあのほらエレベーターとか仕事とかしてて、うん、あのちょっと下のスタバであの、うん、コーヒー買ってくるみたいな人が、うんね、これ別に特定の誰のこと言ってんじゃないですよ、うんうんうん、だけどあのとおぼしき人がですよ、うんうん、あのアイスコーヒーをね、うん、持ってねまたエレベーター、うん、上がりに乗ってくるわけ、はいはい、こうやって俺もこう乗ってると、うん、後ろからずっとね、うん、ガラ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 言うと氷の音何してんのかな、うるせえなと思って見ると絶対にこのアイスコーヒーのコップをこうやって持ってガラ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 あ、ゆすってんのゆすってんですよなぜゆするかと思う何してんですかねいや、手持ち無沙汰なんでしょうあー、それはじゃあワイングラスを揺らすような感覚なんですかそう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 あれとか本当に嫌だよなんで、なんか別になんで嫌なのか説明できないし本当にあのちっちゃいなって言われたらそれまでなんですけどやめてくれっていうそれを映画館でやられたら最悪ですよね最悪ガラ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 ってこっちガッサガッサなんだ森の音楽会かみたいなあの、ね、みんながシャカ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 そうそうあのマラカスとか振ってるんじゃないんだからうん本当に、ね、そうだからのり巻きはいいですよ音しないですのり巻きはいいですあのちょっとパッケージを開けるときバキャバキャって音がするかもしれないでも汚れないしねだからいや思ったことありますよ、うん、あのしかも、うん太巻きじゃなくて、うんうん細巻きかんぴょう巻きとかああ納豆巻きとかね、うん、こういうやつ、うん、あの割と長細くて長めのやつあるじゃないですかありますチュロス売るんだったら別にいいチュロス気分でチュロス気分ね、はい、チュロスの代わりに細巻きを売ればいいんじゃないそうそうそうなんです、うん、だからさっきの熊さんの話じゃないけどまあかじったらもう何の味か分かるそうだよね分かる手が汚れない、うん、音もしない、うんうん、そして腹にもたまるおいいいいじゃんいい細巻きをこれからシネコンでは売ってほしいであの後ろでずっとあのお姉さんたちがこうやってこうやって巻いてるんですよね、うん、細巻きを、うん、そうそうそ そうこれいいよねいいと思うあとはねあのうんまあちょっとだからこれすぐにフレーバーがわからないという意味ではちょっと落ちますけど、うん、例えば回転焼きっていうか、回転焼きとか大判焼き今川焼き的なやつとかね、はいはいはい、それもずっと後ろでガチャ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 ってあとねそう、まあ、ポップコーンもそうなんだけど音もするけど水分を取りすぎないものあ喉乾くと喉乾く喉乾くと、ね、よくないねまあねしょっぱいものとか何もなしで塩味のポップコーンバケツいっぱい食える人ってちょっとあんまりないし、ね、いないし、ね、でなんかこうジュル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 なんかコーラとか飲んでるとでガラガラってやってたまったもんじゃないでトイレ行きたくなるでしょだそこもなんかやっぱ対策を取ってほしいあとあれだお稲荷さんお稲荷さんなお稲荷さんは若干その油方面がねちょっとねお箸がいるんだねお箸いるんですよパキャッていう音がやっぱするからねそ そうなんですだからやっぱそう考えるとね海苔巻きっていいな海苔巻きしかも細巻きね、うんうん、納豆巻きはダメだねベタベタするからちょっと若干ね中身には気を配りたいだからカッパ巻きもいかんですよああそう音声で 音的にチャリって言っちゃうはいはいはいじゃあやっぱかんぴょう巻きかんぴょう巻きそうなんだよ ね鉄火巻きだとやっぱりお醤油がいるからお醤油お醤油欲しくなるからもしくはやっぱかんぴょう巻きだな鉄火巻き食べるときはこっちで鉄火巻き食べてあの醤油伸ばなきゃいけない中
とかね。だからかんぴょう巻きだな、やっぱり。そう考えるとかんぴょう巻きって意味わかんないって人いるじゃないですか。はいはいはい。いや、関西の人は食べないって言いますよね。うちのばあさん食ってましたけどね。ああ、そうですか。うん、うん、で、一回あのズロースのゴムをかんぴょうと間違って食わせたから、あの黄土色のね、ゴムをね、俺はベーって入ってましたけど、ばあさん普通にもぐもぐ食ってました。年の子ってすげえなと思いましたけど。それでも確かに、まあでもあれですよ、地域を問わずかんぴょう巻きって意味わかんない、食べないって人多いけど、うんうん、ようやくやっぱ映画館で初めてその進化を発揮する時が来たと言えるのではないでしょうか。あとね、子供好きですよ、かんぴょう巻き。子供好き、子供甘いから、うんうんうん、だからこれからはあのチュロスの代わりにかんぴょう巻きを。かんぴょう巻き、そうですね、うん、うん、それはもう、なんなら我々がアイデアを出しますので。そうですね、まあ、喉も乾かないしな、そこね。そう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 、うん、それはね、あのぜひシネコンで導入した証には、うん、我々の写真付きでね、うん、ダブルダイナマイトもおすすめします。ダブルダイナマイトのおすすめかんぴょう巻き。かんぴょう巻き、これはちょっと流行らせることができる。流行るんじゃないですか。ぜひこれを見てる映画館の方は、ね、そうですよね。これ俺たちに連絡しなくてもすぐかんぴょう巻き買ってきゃいいんだけど、うん、でもまあ、それもし映画館で見つけたら、あ、これっつって、君君っつって、うん、これはあれじゃないか、我々が提案したやつじゃないのかね。まあ、そうですよね。だって、今の現状では映画館でかんぴょう巻きを売ってることって皆無ですからね、きっと。うん、まあ、ただまあ、ちょっと水分っていうところはね、はい、確かにちょっとあの考えていきたいところではある。まあね、それは昔から言ってますけど、最終的には僕らも大人用のおむつをしてまあ、ね、見るぐらいしかないかなと思ってますけどね。なんか、うん、高野豆腐とか逆にね、何か食べながら映画館が見る、その昔のドライブインシアターみたいな感じで、うん、何を食べながら見たいですか。でもやっぱ邪魔になるよね、美味しいものって。邪魔になるし、やっぱりだからもう 目はこっちで、こうなんか手で見ないでも食べられるものっていう。 あれですか、インドのカレーとかですか。手で食べる。でもね、手が汚れるの俺あんま好きじゃないんだよね、うん、そうですね、うん、難しい問題だわ。ノールックで食べられるもん、ね、ノールックで食べられる。かんぴょう巻きはやっぱノールックで食べられるよね。ノールックですよ、うん、見なきゃいけないものでもないじゃん、うんうん、かんぴょう巻きに悪いけど。そうですね、うん、まあね、そこはしょうがない。わかりました。ありがとうございます。結論出ました。映画館で食べるのはかんぴょう巻きがいいんじゃないか、うんうん。もちろんね、持ち込みダメな映画館たくさんありますので。だからそのためには映画館自らが、そう、作って売ってくれるしかない。かんぴょう巻きを作って売ってください。はい、で、あの奥でこれ巻いてる人を見たい。あと奥でかんぴょう煮てるとこも見たい。あのかんぴょう削ってるとこ見たいね。うん。ビューってあれ。丸いやつね。からですよ、そっから。そっから。老舗みたいな感じ。そうそう。じゃあ、コーヒー、ホットコーヒーくださいって言って間違ったの、かんぴょうの煮汁をこうやってブッ変わった味がするね。あらね、あらね。そんな映画館は嫌です。はい。というところで皆さんからもね、映画館でこれが食べたい。ああ、いいですね。ご意見を。あ、もしくはこれを食べてるみたいなね。うん。まあ、意見を。俺実はこれ食べてんだみたいな。そのだってラーメン食べてるなんて信じられないよ、うん、すごいね。あ、いた。え、映画館行くときに、はい、釣りのベスト着てる親父がいたんですよ。はいはい、まあまあいっぱい入りますよね。そう、うん、てかまあ映画館行くときだけじゃないと思うんだけど、まあいつも着てるんですか、ね、普段から釣りのベスト着て親父いたんですよ、うんうん、名前忘れたけど、うん、まあ名前思い出して言ったところで誰だか分かんないけど、はい、あのね、なんかね、ある時見たらね、うん、なんか出してるんですよ、うん、なんか食べてるんですよ、はいはい、あ、ポケットたくさんあるから、そう、うん、で、何してんすかって言ったらね、うん、これ、食べる柿の種って、はい、左の胸ポケに柿の種が直で入ってた。要するにビニールに小分けされてる人やったよ、柿の種って。じゃなくて多分、開けてザーって言ってたら、え、そうって言ったんですよ。はっ、って言ったらば、俺だってあるじゃないかって言って袋邪魔だろって言われて、いや確かにそうですか。まあそもそもおじさんから手渡しされた柿の種すら割と潔癖なんで食べたくそんなにないんですけど、うん、その前にポケットに入ってた、釣りのベストにポケットに入って、うん、
でもそれはそれでやっぱりまあそうだなって理にかなってるなって思うことしきりでしたよ、はいはい、まあそのおじさんなりに工夫してたんでしょうね。そうと思う。いいですよね。僕らもじゃあガンベルトみたいな感じで魚肉ソーセージとかいっぱい刺していけばいいじゃないですか。分かる分かる分かる。ふがしとかね。ふがしとかふがし刺したあってくるえぇ、って言われますよたまにこれかっこいい。あ、そこに海苔巻きも刺していけばいい。海苔巻きも刺してあのランボーみたいなガンベルトみたいな感じで、うん、そうそういいんじゃないじゃあ映画が見たいのか何か食いたいのかどっちかにしろよって言われますね。まあ確かに、はい、ということで、はい、ちょっといろんな気づきが発見がありましたね。ありましたね。あのどんどん映画と食についてこれからも追求していきたいと思います。追求していきたい。あのいろんなあのご意見コメント欄にください。なんか追求する方向が間違ってるような気もするそもそも映画館で飯食うなっていう話ですからね、まあ、それはもう最初に言いました、はい、というわけでまた来週また来週お目にかかります。ごめんなすって。ごめんなすって。